はい、ジュン君。今日はパパさん、営業活動を頑張っています。ズーム会議というやつで、いろんな方とですね、喋ったりして自己アピールしたりしています。なかなか大変です。あんまり得意な人はいないかもしれないけど、なかなか難しいもんですね。そして今日は夜またズーム会議ならぬズーム飲み会みたいなものですね。いわゆるそれぞれが、自分自身を3分間でアピールするっていうパターンのものと、もっとざっくばらんになんかいろいろ話しましょうと。でそこはなんか何だったっけな、何人かずつに分けて直接話をしたり、何だったっけ、ちょっとやり方を忘れちゃいましたが、まあラフにやりましょうということですね。頑張ります。ジャン君、ノドアップからスタート。ジャン君、かわいいジャン君。夜になって寝る時間が近いです。奥に黒い人がいます。ポンちゃん、ポンちゃんは顔が真っ黒です。あ、目が見えた。かわいいです。明るくしましょうか。うん、明るくしてもこのか、あ、ピントが外れます。どれ、ちょっと明るくしてみようぞ。あ、見えた。ポンちゃん見えた。ポンちゃん、ポンちゃん顔がある。よかったね、明るければ私も見えるのよってね。じゃんけん、さあ、じゃん、きれい。ポンちゃん今日は黒光りきれい。営業のためのズーム2回こなしました。なんか意外と楽しく喋りました。朝の方は、まあ仕事モードなので仕事の自己紹介がずっと続く感じだったので、まあ、なんでしたが、夜の方は飲み会と称する、まあ、自由に飲み食いしながらやってくださいっていうやつで結構面白かったね。仕事の話しなきゃなって思うんだけど、そうでもない話で盛り上がってしまったりとかね。まあそれはそうか、ということです。そして明日はリアル懇親会に行ってきます。ちょっと会費は高いんだけど、それと遠いんだけど、ここでちゃんと投資をすれば仕事がきっと来るよ。ジャン君、来ないと困るよ。ジャン君は今日もパパが食べたアジフライの残った、きれいに食べたんだけどね、お皿をちょいと舐めました。この人ちょっと目を離した隙に舐められました。すぐ隠さなきゃね。でもきれいなとこだったらさ、味ついてないんじゃないの。まあ、ソースみたいなのがちょっとだから、あんな魚がダメっていうことよりも塩気がね、タルタルのとこ、っていうかもうクズしかなかったから、まあ、タルタルも何もっていう感じですけど、匂いがしたからね、きっとね。そっか、ジャン君。さあ、寝ます。明日また早朝に散歩をしてから夜出かけ、夜っていうかね、3時台だ、家出んの。早っ。そうなのよ。あれ6時に間に合わせるのに、なぜか3時台も後半だけどね、うん、4時に近い3時台。行ってくるよ。